マンドリカルドマンドリカルドは、ルネサンスキーイタリアの末帝を、マリーア・ボイアルドによる未完の女児子,子、恋するオルランド、その後を続編という形式をとって描かれた、女児子,子であるルドビーコ・アリオストの、クルエル・オルランド、クルエル・オルランドの派生作品である、ロペデ・ベガの、ロドモンテの嫉妬、キッタンのアンジェリカ等に登場する人物。タタールの王族で、サラ・センジン、アグリカンを父に持つ。 ローランにより父が撃たれたことをきっかけに、ヘクトールの剣であるデュランダルを求め冒険者となった。元より素棒で傲慢な性格であったが、ローランとの決闘後デュランダルを手に入れてからそれに、白車がかかり、自らの装備を過信し、ロジェロに撃たれるという形で命を落とした。ロドモンテの嫉妬では、カンドリマンドという弟と、セラウラという妹がいる。3巻より登場。 三冠一将素棒など独裁者としてタタールに君臨していたマンドリカルドは一人の老人からパラディンのローランにより父であるアグリカンが撃たれたことを知る復讐心に燃えたマンドリカルドは老人の促すまま自らの武勇の身でローランを打倒すると決意し身分を隠した上武器や馬も持たずにタタールを出国する道中武器などを得るため見つけた泉のそばにある天幕に侵入 鎧と馬を奪うも、魔術の炎にて、下着ごとすべて焼かれてしまう。泉に飛び込んだところで乙女に会い、近くの城にヘクトールの武具がしまわれているということを教えられ、あなたにヘクトールの武具を手に入れる勇気があるのなら、案内しましょうと告げられる。マンドリカルドは一瞬躊躇したがその話に乗り、ヘクトールの武具を手に入れる旅を始めた。三観に勝武具を手に入れるためまず、 マンドリカルドに与えられた試練として、まず囚われていたグラダス外の戦闘があり、槍を互いに砕きながらもマンドリカルドが勝利。だが武具を置いてある城に入ることのできる時間が過ぎたため、マンドリカルドは他の城へと宿泊したがそこに巨人が襲来。戦闘となったが、マンドリカルドは巨人を城の水路に叩き落とすという形で倒す。さらに、 武具のある城では膨大な量の穀物を借り尽くし、畑の中にある大木を根元から引き抜き、大木を抜いた穴から生い出たオロチを殺したりと試練を突破。ヘクトールの鎧などを授けられる。妖精の主にデュランダルを手に入れるまで、それ以外の剣を使わないという誓いを立てさせられた後、ひとまずタタールへと戻る旅を始める。三冠三照マンドリカルドは、 グラダッソと共に旅をしていた。ある海岸にてを止めるア穴が縛られているのを発見。かいオルクへの生けであることを知りオルクの打倒を決定。マンドリカルドは策を講じて、オルクを巨大な溝の中に落とし、ルキアナを救う。その例として、船に乗せてもらっていたのだが再びオルクが出現。今度は、なんとか逃げ切り、アクアモルタへと漂着、情報を集めているところで、 アグラマンテとシャルルマーニュの戦闘に遭遇する。三冠五称、ブラダマンテとはぐれたロジェロに出会う。マンドリカルドは、ロジェロの持つ盾を見るや、いなや、何の権利を持ってその盾を所有していると詰め寄る。自らが、ヘクトールの子孫であることを告げられ、逆になぜブグの所有権を主張するのかとロジェロに問われる。マンドリカルドは、ヘクトールの鎧を手に入れた経緯と説明し、 盾の所有権をめぐって決闘しようと持ちかける。ロジェロはマンドリカルドが権を持っていないことに気づき戦うことをためらった。その中にグラダッソがデュランダルを手に入れる権利は自分にあるとあって入り、互いに近くの木を引き抜いて戦闘。後にやってきた騎士であるフロリマールによりそれは、 仲裁されデュランダルの現保持者であるローランの元へと案内すると言われるが、人数が一人多いということで一人不参加になる、ものをくじで決めたところ、マンドリカルドがその外れを引く。結果、マンドリカルドは一行と別れ、単身アグラマンテの野営地へと向かうことになる。14回より登場。14歌、シリアにある魔女の城で、ヘクトールの鎧を手に入れた。 ブユータンとデュランダルを手にするまで他の剣を帯びないと誓ったことが語られる。ローランを追う最中、ロドモンテと結婚する予定であったグラナダ王女、ドラリーチェの腰入れ行列を見かけたマンドリカルドは美人と言われた王女を一目見たいがために襲撃。護衛がその任務にふさわしいか試すと歌い警備隊を蹴散らした末に王女を口説き落としてさらっている。 23カマンドリカルドは追っていたローランと遭遇。デュランダルをかけた決闘を挑む。デュランダルを機に吊るして戦うこととなったが、マンドリカルドを乗せていた馬が暴走しどこかへと走り去ってしまい、戦闘は中断した。ローランはマンドリカルドを追いかけたのだが、途中下隊のビッキであるアンジェリカがイスラム軍の一兵卒と結婚していたことを知った。 24歌舞伎を脱ぎ捨てデュランダルやイ場、ブリリア道路も置き去りにし発狂したローラン。その友人であるスコットランドの王子ゼルビンが投げ出された装備たちを松の木に立てかけやす直していたのだが、戻ってきたマンドリカルドがデュランダルを強奪。マンドリカルドの卑劣な行いを止めようとしたゼルビンにより、マンドリカルドは強烈な攻撃を受けるも、 ヘクトールの鎧に込められた魔力によって、傷を負うことなく、ゼルビンをデュランダルで殺害。イスラム軍の戦線へ帰るついでに、ローランの名馬、ブリリア道路も強奪している。途中、ロドモンテに遭遇し、戦闘へ発展しているが、ここもヘクトールの鎧によって無傷。だが、勝負はつかず、二人はアグラマンテを救出するため急戦している。26か女帝。 マルフィーザと交戦するが、互いの装備している鎧に阻まる決着がつかず、ここも一度休戦して、アグラマンテの救出へと向かうことになる。道中合流したロジェロの持つ盾を見て、なぜ、ヘクトールのコートオブアームズであるワシの紋章をつけて、いるのかとふっかけ言い合いになる。アイバフロンティーノやドラリーチェについても言い,い争いが、発生し、結果的に、マンドリカルド、マルフィーザ、ロジェロ、 ロドモンテの4人が乱闘を開始。今回もアグラマンテの救出のために中断。マルフィーザにマンドリカルドは公敵手と認められる。この時、マンドリカルドはマルフィーザをくどこうとしていたがあっさりと拒まれている。27七セン実の4人でフランス軍の包囲網を突破しアグラマンテを救出。シャルルの軍勢をパリまで押し返す。デュランダルを長らく求めていたグラダッソ。 マンドリカルドの手にあるデュランダルを見て所有権を主張。これがイスラム軍内の不和の種となる29かロジェロとの決闘が始まる。これまでの戦いでヘクトールの鎧が怯える力を知ったマンドリカルドは慢心し、この戦い勝てるということを確信する。しかし、ロジェロが持つマケンベリサルダのあらゆる守りを貫通する力の前に敗北。 脇腹から心臓を刺し貫かれ死ぬ間際に、デュランダルでロジェロの頭を打ちにすんほど頭蓋骨をめり込ませている。そのまま、マンドリカルドは馬上にて絶命。この時にデュランダルやヘクトールの鎧、ブリリアドーロなどは奪われている。ありがとうございます。